アイテム番号 SCP-395JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-395JP は財団管轄下の旧国道番線を往復するように誘導しています。収容ルートを外れた場合は即座に収容ルートに戻るように誘導してください。この時従わない様子を見せた場合には火器を用いた直接的干渉が認められています。現在収容ルートは自動車メーカーのテストコースに偽装されています。ルート内への侵入者は拘束し、A クラス記憶処理を施して解放してください。SCP-395JP。A の様子は並走させている自動操縦ドローンで常時監視下に置きます。通話の終了や物品の完全消費が認められた場合には研究主任に通達してください。説明、SCP-395JP は底面部に未知のクモ類の捕獲を備えた公衆電話ボックスです。内部に設置されている電話機の形式と口述する SCP-395JP。A の服装から、1995年頃に設置されていたものと考えられていますが、実際に設置されていたものであることを確定できる要素は確認できていません。SCP-395JP は備えた捕獲を用いて徘徊性の雲と同様の挙動が可能です。財団収容下の記録では移動速度は最大で 80km/h を記録していますが、平時では 40km/h 程度で移動を行います。物理的損傷を与える試みは電話ボックス、捕獲ともに成功していませんが、行動の阻害自体は可能であり、転倒させることや拘束することが可能です。しかし停止している時間が一定時間継続された場合1、SCP-395JP。A によって移動の再開を強制されます。SCP-395JP の内部は挙動による物理法則が働いている様子がありません。そのため、いかなる挙動によっても SCP-395JP。A が通話の中断する様子は確認されていません。SCP-395JP は財団の干渉に対して怯える様子を見せるほか、車両への一般的な誘導方法に従うため、現在の収容ルートへの誘導が行われました。以降、自主的にルートの往復を続けています。SCP-395JP。A は1975年に、県で出生が確認されている日本人男性です。戸籍上の名前は、ですが、1994年に失踪宣告2が行われています。失踪当時は17歳でしたが、現在の外見年齢はシミュレートされた20歳児のものとおおよそ一致しています。3、SCP-395JP。A は SCP-395JP 内部で直立したまま、電話機を用いて不明ないし存在しない相手との通話を続けています。財団の収容下において、SCP-395JP。A は自身が持ち込んだと思われる物品を摂取する以外の食事や睡眠を取らないにもかかわらず、疲労する様子は見られません。また加齢による身体的変化も確認されていません。SCP-395JP。A が消費する核物品は尽きる様子が確認されていません。以下は確認されている消費物品です。10円硬貨、着用衣類の各ポケットに保持。定期的に電話機に投入、350ml 缶入り炭酸飲料、社の代表的商品、電話機上に置いている、通話中にたびたび摂取、板状チューイングガム、社製1995年発売、上着左ポケットに保持、摂取後に吐き出す様子は確認されていない。SCP-395JP。A の通話内容は日常会話ですが、話題は1995年の時勢に沿ったものです。通話中の受話器の音声を電話ボックス外から聞き取ることが試みられましたが、ホワイトノイズとランダムな音節の機械音声以外は確認されていません。これら通話内容を聴取することによる肉体的、精神的作用は確認されておらず、SCP-395JP。A が通話をし続けている理由は不明です。SCP-395JP。A は電話ボックス外の干渉について認識はしているようですが、
通話を優先し意図的に無視しているようです。 SCP-395JP は県内の峠で多数の目撃情報があった。走る電話ボックスの噂を財団エージェントが調査し発見に至りました。当初確保してのサイトへの移送が試みられていましたが、 SCP-395JP A による強制によって拘束状態から幾度となく脱するために移送計画を中止、現在の収容ルートへの誘導が行われました。一般人の目撃者には記憶処理を行い、峠に以前より伝わっていた土雲の怪談話をカバーストーリーとしてルフしました。ほい、以下は SCP-395JP A が財団の干渉に反応した唯一の記録です。接触記録 SCP-395JP を開く。対象 SCP-395JP A。 インタビュアーエージェント付き干渉は SCP-395JP に車両を並走させて行われました。走行音や重要ではない通話内容などは編集しています。記録開始、2000年、月、日。エージェント、車両から身を乗り出し、SCP-395JP のボックスのドアをノックする。SCP-395JP A、通話を継続。エージェント、反応なし、予定通り下記を使用する。エージェント、が SCP-395JP のボックス部に向けて3発を発砲。損傷なし。 SCP-395JP A、 ごめん、外のバカがうるさいからちょっと待って。ボックスのドアを開け。うるせえよ、まだ話してるのわかんねえのかよ。他に行けクソが。エージェント、あんた自分がどうなってるのかわかってるのか。 SCP-395JP が速度を落とし停止しようとする様子を見せる。SCP-395JP A、 わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。ぶっ殺すぞ。勢いよくドアを閉める。ガラスが震えるが損傷なし。 SCP-395JP が完全に停止し、歩脚の関節を曲げて大きく上下する。4、エージェント、運転席に向かって、おい、止めてくれ。停車後、車両を降りて SCP-395JP に駆け寄り、再びボックスのドアを強く、繰り返しノックする。SCP-395JP A、 通話を継続。エージェント、おい、無視すんなって。SCP-395JP A、 通話しながら舌打ち。直後、右足を上げて床面を強く踏み込んだ。SCP-395JP が歩脚を大きくびくつかせ、直後に大きく跳躍。直近にいたエージェント、吹き飛ばされるように道路上を転がる。着地後、 SCP-395JP は移動を再開。速度は 65km/h を記録。記録終了。終了報告書。幸いにもエージェント軽い打ち身で済みました。 SCP-395JP A の床面を強く踏み込む行為は SCP-395JP の運動能力を大きく引き上げる効果があると考えられ、予想外の事態を引き起こす可能性を踏まえて SCP-395JP への干渉実験は凍結されています。資料、FS-395JP、一部抜粋。以下はルフしているカバーストーリー、怪談、土雲、に関連するインタビューログです。オブジェクトの出自に関係する可能性が高いため、抜粋しています。完全な資料は管轄サイト、81の資料室に請求可能です。インタビューログ FS-395JP。対象、市、県、峠近郊在住、以下、対象と表記。インタビュアー、エージェント、以下、エージェントと表記。県、峠にまつわる怪談、土雲の元になったと思われる民族についてのインタビューです。本校では該当部分のみを編集、抜粋しています。記録開始、2000年、月、日。重要度が低いため前略。エージェント、はあ、
なるほど。もともとはつくもだったわけですか。大将、そだよ。今は土蜘蛛って言われてるけどね。つくも神ってあるでしょ。あれの一つだったの。んでくっついた姿が蜘蛛さ似てるって言ってばあちゃんのばあちゃんの。ともかくご先祖様がさ、おわんとかから足さ生えてるの見て、これは、土蜘蛛様、だなぁ。つって字を当てちゃったって俺は聞いてんのよ。おわん以外にもいろんなもんにもついたらしいんだけどね。んで、俺たちぐらいの世代で土蜘蛛様付きのものを嫁入りに持ってくと、縁が切られないって言われてたんよ。エージェント、へえ、なんだか素敵じゃないですか。大将、ああ、しかめた顔の前で否定の手振り。エージェント、はい、大将、縁が切れないって言い出したのは、男衆なのよ。俺たち女衆はね、嫌な旦那掴んでも逃げられない。つって、絶対持っていかなかったのよ。でもまあ当時は男社会よ。だからついてないもんを。これが土蜘蛛様のお道具です。今は長く眠っております。なんつって、適当言ってたの。まあ、俺のばあさんも足が本当に生えてるの見たことなんてないって言ってたから、これが言えたんよ。だけど男衆は、ああ、そうなのかい。なんつって、起こそうとしてボンボン叩いたりとかする人もいたのよ。んで、そういう旦那は女もそうやって殴るだろうっつって、早々に縁切りしてたのよ。エージェント、昔のドメスティックバイオレンス対策だったわけですか。大将、止め、まあ、ともかく暴力亭主の嫁になんかなりたくなかったわけよ。エージェント、じゃあ、それで離縁された方も結構いらっしゃる。大将、いや、ダメだったね。大抵連れ戻されて、しょっちゅう殴られてた女衆のが多かったよ。時代が時代だからやっぱ女は弱かったね。俺なんか旦那が結局は優しかったけどさ、嫁に入った時に土蜘蛛様でござい。ってやったタンスをゴンゴン蹴られた時は、実家に帰りたかったよ。あ、せんべい食うかい。以降、重要度が低いため攻略。記録終了。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。